はい、どうもこんにちは、とちぃです。本日もポケットモンスター金やっていきたいと思います。はい、では続きから始めると、前回なんだっけ、マダツムミの塔を攻略しましたので、今日はね、こちらの奇境ジムの、ジムリーダーに挑戦していこうかなと思います。で、ちょっとね、ポケモンの手持ちを変えようかなと思いますね。まさきのパソコンから、まずはポケモンを預けます。何を預けるかというと、どうしようかな。ちょっとね、どうしよう。チソコは、ちょっと名前が卑猥なんで預けようかなと思ったんですけど、バタフリーになるとね、強いんで、今のところどうしようかな。とりあえず、ノーマルタイプが多いんで、ポンポコ預けましょうか。ポンポコ預けて、で、連れていくのが、サダオですね。サダオを連れていきましょう。でだ。多分、ポケモンはこの前回復したんで、これで行きましょうか。奇境ジムのジムリーダーは、飛行ポケモン使いなので、そんなに苦労するような相手でもないのかなと思います。じゃあね、早速挑戦していきましょう。多分トレーナーが2人ぐらいいると思うんで、どんどん倒していきましょう。はい、鳥使いの翔太、もう髪の毛が完全に鶏みたいな鳥の感じになってますけど、鬼スズメ、はい、鬼スズメレベル9、負けねえぜ、俺も鳥ポケモン使いだ。お、強いな、ちょっと強い。あ、これはちょっと勝てないな。というわけで、いいや、もう一回体当たりして、ギリギリのところでちょっとポケモン変えようか。じゃあ、ゼニガヘ、いけ。よし。やっぱレベル差があるんでね、だいぶ。よし。マダツボミの塔でちょっと、ね、修行したんで、こいつみたいな鳥野郎には負けませんよ、本当に。で、ちょっとね、もう一人倒して、ボスっていうか、ジムリーダーの前で、一回回復しに行こうかなと、思います。鳥ポケモンで最強を目指し、朝晩特訓してる。すげえな。買ってこい。いや、熱血。朝晩特訓してるってすごい、もう高校生の部活かよって感じですよね。よし。あ、ちょっとカフェが、だいぶあれなんで、交換しよう。体当たり。引っ掛け。よしよしよし。しかもこいつ倒したら多分レベル上がりますね。ギリギリ耐えてる。よしと。OK、レベルアップ。あ、水鉄砲を覚えた。やっと水タイプの技を覚えましたね。早速使ってみよう。あ、強い。強いぜ。よしと。とりあえずこれで、リーダーの前のトレーナーは全員倒しましたと。じゃあね、ちょっと一回回復してこようか。
はい、というわけで、今ポケモンセンターで回復してきたんで、早速ね、ジムリーダーに挑みたいと思います。俺が桔梗ポケモンジムリーダーのハヤト。世間じゃ飛行タイプのポケモンなんか電撃でイチコロ。そう、鳥ポケモンをバカにする俺はそれが許せない。大空を華麗に舞う鳥ポケモンの本当の凄さ、思い知らせてやるよ。いや、まあ言ってもね、結局のところ電撃で一撃ですからね。はい、ハヤトが勝負を仕掛けてきました。1匹目はポッポ、レベル7。いけ、ゼニガヘ。ここはね、さっき覚えた水鉄砲でどんどん倒していこう。よし、余裕余裕。もう引っかくでいいよね。オッケー、ポッポ撃破、ターンエンド。よし、ピジョン。ちょっとね、進化後なんで少しあれですけど、まあレベル9なんでね。わあ、風起こし。この風起こしのあのモーションいいですよね。結構好きなんですよ。お、耐えるね。いけ、怒れ。お、急所。OK。怒れ、怒れ。もう一回急所当たれ。あ、ちょっと。お前に恨みはねえが、怒りをどんどん募らして、怒って倒してやるぜ。OK。楽勝。レベルアップ。これレベルなんで進化するんだっけな。16とか7ぐらいかな。はい、ジムリーダーのハヤトに勝ちました。畜生、父さんが大切にしていたポケモンが、ああ、なんかちょっと、悲しい、話が、なんか悲しいけど、これを持っていけよう。お、ウィングバッジ、ゲット。これでこの前ね、バナツボミの塔で手に入れた、フラッシュが、使えるようになるんですよね。ウィングバッジ、君のポケモンの攻撃力アップ。あとフラッシュ、そう、フラッシュが使えるようになると。こいつを持っていけよ。技マシン31。なんだ中に入ってんのは。うんうんうん、泥かけ、なんか微妙な技だな。なるほどね。この先いろんな町にポケモンジムがあるから、そこで腕試しをするといい。俺は最強の取り扱いになるためポケモン島の俺を鍛えるよ。よし、頑張ってくれ。じゃあ一回出ましょう。はい、というわけで、お、なんだ、次博士。もしもしトチ君、ポケモンの卵について分かったことがあるんだ。今日のポケモンセンターに僕の助手がいるはずだから話を聞いてよ。わかりました。ちょっとポケモンセンターに行きましょう。なんだなんだこれ。はい、というわけで、トチ君お久しぶりです。宇津木博士に頼まれて君を探してたんですよ。実はですね、ポケモンの卵を持って行ってほしいんですよ。はい、ポケモンがいっぱいでそれ以上連れ歩けませんね。じゃあちょっと待って、ポケモン預けよう。預けると、どれを預けようかな。こらった、いっか。このね、5体をちょっと育てていこうと思います。よし、卵をもらいました。ポケモンは卵の中である程度育たないと生まれてこないとそうです。しかもいつも元気なポケモンのそばにいないといけないらしいんですよ。そういうことをお願いできるのはトチ君だけですから、よろしく頼みます。生まれたら、宇津木博士に連絡してあげてくださいね。はい、わかりました。というわけでポケモンの卵をゲットしたんで、ちょっとね、幽霊の
隣に置いとくのは忍びないんで、チンコ、あ、チソコとエウーンの間にちょっと入れときましょう。この卵からは何が帰るんだっけな。多分トゲピー？トゲピーだったかな？時々中で動いているようだ。生まれるまでもうちょっとかな？うん。これでね、いろんな街をちょっと冒険しつつ、卵が帰るのを待ちましょうということですね。というわけで、どうしようかな。次の街に行ってもいいんですけど、まあ、どうしよう。次の街はどこから行けばいいんだっけ？上か？あ、上だね、多分。でも下にもなんかあったね、今。なんだっけ、下はね、アンノーンの遺跡かなんかがあったような気がするんだけど、ちょっとマップで見てみよっか。あ、そうだね。アルフの遺跡。ヒワダタウン。あ、これ左は行けないんだっけ？なんかがいたような気がするんだけど。あ、怖い。トレーナーがいる。おかしな木が生えちゃって小金にお買い物に行けないの。あー。なんかあったね、そういうの。うっす。Y の強烈なぶちかましで木の1本や2本ポッキリとしおってやろうと思ったが、ダメだったでごわす。無念でごわす。あ、懐かしい、これ。なんだっけ、これ、ウソッキー？これ、どうやって、あれすんだっけ？ちょっと、忘れちゃったけど。まあ、いいや。で、この下が？あ、遺跡だね。遺跡もちょっと行きたいけど、後からも行けるかな？まあ、とりあえず、次の、あ、洞窟通んなきゃいけないんだっけね。じゃあ、とりあえず今日はここで終わりにしますか。またちょっと、進めときます。はい。ではね、本日は、奇境ジムのジムリーダー、ハヤトと対戦をしました。まあね、この前、マラツボミの塔で、まあね、修行したんで、楽勝に勝てましたね。はい。んで、まあ今日はこんな感じで終わらせていただきます。こちらの動画もし面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと高評価もできたらお願いいたします。はい。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。